はい、どうも、おはようございます。今日はですね、2019年の2月の2日、朝の7時半です。よろしく。ちょっと、のんちゃん、俺ドリンク作ってくるから、持って、なんか喋ってて。はい。適当に。よいしょ。やっぱり、なんていうの、メガネになっちゃった。メガネ。うわ、貞子っぽいわ、これは。ごめん。おはようございます。わずさんはこれから、みーすけさんおはようございます。わずさんはこれから走りに行きます。なんちゃおでこひどいな。このアクセサリーは、押した。お嬢さんは今ジュースを作ってます。ポカリ？ポカリ作ってます。ダッシュも加わったの？ダッシュも加わったの？ダッシュ、花火の数だけダッシュ。そうか。でもこれ持って走るの大変だね。大変なんだけど、配信大変だよ、だから。配信者は大変なんだよ。うん。それだけじゃなくて、バッテリーとさ。そっか。バッテリーと Wi-Fi もポケットに入れるから。うん。大変だよ、ほんとに。電つけるね。着替えるわ。はい、電気つけます。よいしょ、頑張ろう。着替えてと、筋肉痛やべえ、腹筋が。うわー、筋肉痛やばい。ヤバタンです。ワドさんは筋肉痛。うん、いや、ミースケ、あ、ミースケいる？うん、いるよ。いや、服、ミースケからもらったの最高って。ありがとう。ありがとう、ミースケさん。超軽くて。超かっちょいい。超軽くて、デザイン良くて。超かっちょいいやつ。しかもあったかいんだよ。汗すごい出んの、これ。ランニング用のいいやつだよ、これ。うん。後半、熱くなる。うわー、すごい。ないけど、たっけえやつ。こんないいもん買ってくれて嬉しいよ。サイズもね、いい感じだった。うん、サイズもバッチリだって。俺は高くていいやつだよ。うん、金やべえな、今日。あのね、足腰は全然平気なんだけど、腹筋が痛くて走れるかどうかがちょっと不安。
さぼやぼやだ。やっぱ眼鏡がないと。嫌なトレーニングはパパッと終わらせよう。うん、頑張ってるね。いやもう嫌だよ。でも最後だからさ。うん、捨て頃も。あれ Wi-Fi。 おーチョコありがとう。おはよう。服こんな感じだよ。ミスが上がってくれた。かっちょいい、うん、ねえかっこいいよねこれ、うん、ありがとうね。早速これ使わせてもらってる。昨日はね、ミスケ昨日いなかったけどね、早速使ってるよ。じゃあ明け方になったんで、のんちゃん行ってくるわ、走ってくるわ。なんかね、あの曇りがひどいな。ブロワーだけ。なんだろう、この油分どうやって取ればいいんだろうな。いやだからレンズ用の使ってるんだけど、ダメ、うん、あんまり取れないかな。のんちゃん頼んだよ。じゃあはーい、じゃあ行くか。あ、髪の色、そっか、そう、ヒゲもだよ。似合う。みんなびっくりする。のんちゃんとマリル、え、のんちゃんとマルーンかな、は不評だけど、みーすけ的にはどう？のんちゃんは絶賛ヤクザだって言ってる。怖い怖いっつって、頭痛、かぶれてる。みーすけ的には、あ、みーすけも微妙なんだ。なんだよな、髪が難しいね。みーすけとのんちゃんとマルーンから不評かな。俺は急に見たらびっくりするよ。え？急に見たらびっくりする。あ、そう。俺は結構気に入ってんだけどな。慣れない。慣れない。結構いい出来だと思ったんだけど。不評。女性陣から不評だね。眉毛が黒いのはしょうがないでしょ。目だもん。いや、痛えな、かぶれてんな、頭。いって。じゃあ、行くか。のんちゃん、タイムキーパーできる？ボンが起きねえな。昨日も雲もんだったし。タイムキーパー今日は誰かやってくれる人いるかな、まあ、いなかったらいなかったでしょうがね。走るか。あー、アイテムありがとう。友チョコありがとう。なんか本命じゃねえのかよ。あ、本当にマジで。クモも悪いね、2日連続。あ、いや、ボン最近来ねえな。寒い。チョコスロットって何？抹茶ありがとう。よっしゃ。
あーゴミ捨てんのよ。のんちゃん、はい、今日ゴミの日だからさ、悪いけどさ、ゴミお願いしてもいい？はい、お願いします。3回連続同じとこ出るといいんだ。よし、今日もバッチリやりましょう。いやでもチャーシュー疲れたな本当に。腹筋がやばい。足腰は筋肉痛にならなくなったけど、腹筋が、これもまあ1週間ぐらいやったら慣れるんだろうな。いって走るのに響くんだよな意外と。昨日75回やったね腹筋。クモも眠くないの？大丈夫？準備運動しっかりやって。これが終わったら寝る。ありがとう。バリル坊主さん、今日は腹筋76回に。いや今日は筋肉痛だから多分50回できないと思うよ。うん、要は回復した時は数が増えるんだけど、そう、前に要は負荷をかけた時の回復した後に数が増えるっていう原理だから、むしろ今日腹筋76回できてるってことは昨日のトレーニングが意味がないってことだね。今日は落ちるはず。もちろんね、100回できるように頑張るけど、そう、休んでないのに数が増えてるってことは前回のトレーニングが手抜いてるってことだから、今日は75回以下に原理的にはなるはず。筋肉が、あの筋繊維が断裂してるからね。じゃあ20分から走り始めましょう。今日は20分から。皮膚がほら赤くかぶれてるでしょ、この辺。ひげは危ない。お、来た。おはよう。今日タイムキーパーできそう、ボン。そしたらボンとクモモン全ね、あの2人いたらもうね、クモモンがね、したヒゲも金、来た来た、ボン。できれば複数人でやってもらいたいんだよね、1人に任せないで。そしたら1人がトイレ行ったり忘れた時にさ、バックアップになるから。モンさん、モンちゃんが来てくれた。ビースケさん、抹茶、ありがとう。チョコをプレゼントしました。抹茶ありがとう。モンさん寝起きだから難しいかも。そうか。バリルボンさんはドサンもヒカルもジョギングしてるから、その影響で昨日1キロくらい走ってみた。7分くらいだった。死にそうにきつかった。1キロで7分、4535でしょ。だって1キロ7分かかってるってことは、5キロ俺走ってるから、4、5、35分のペースだよ。
だからよっぽど俺が早いの分かるぞ。ヒカルくんは35キロ走ったら35分のペースなんだよ。やばい早いの分かるぞ。俺だから5分、6530だから5分台で走ってんだよ。5分30秒とかで走ってんの。あのヒカルくんより早く走れて5倍。そうでしょ。だからそう、30分で走るの相当早いと思うよ。だってヒカルくん体力モンスターなの分かるでしょ。まあそんなもんだと思うよ。初日が俺が50分かかってたから。クモモンさんおはようから。だからだいぶ早くなってるんだよ。ヒカルくんにだから1キロだったら勝てちゃうスピードなんだよ。多分5キロ走れないと思うよ今ヒカルくん体力。トモチョコありがとう。トモチョコありがとう。それビビるよね。え、ヒカルくんより早く走ってんのって。いやだからミヤビ、私が走った。あー、マリルボーンのスピードか。うん、ビビるでしょ。1キロ走ったんだ。だからあの1キロなんかノンストップで走ってるよ俺。だからあれだよ、ミヤビの2キロ走ってあんな顔してんのバカだっつってんの。本当にやる気ねえんだよあいつ。そもそも今走ってねえし、ミヤビなんかヘタレだよ、ヘタレ。まあ、ヒカルくんもっと早いよ。タイムにラグあるから少し早めに行ってるけど、それで OK？ バッチリ。多分10秒前ぐらいに打ってるんだと思う。バッチリ。あのタイムでバッチリ。モンさん何分開始？20分開始いきます、今日は。でもね、クモモンもいるし、あの休んでいいよ。あの途中で私変わりますとか言わないで参加して、なんか空気読み合ってみんなでこう回していただけると本当ありがたい。かぶって OK だから。かぶったらダメだと思ってみんな遠慮しちゃうのが嫌なの。むしろ手空いてる人が、そう、応援だと思って何分経過頑張れとか書いてもらいたいの。かぶって OK だから。たまに嘘言う人来るからね。そう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 、ああいうのはもう話になる。あと走ってる時にネガティブなコメントやめてね。あのもう超必死に走ってるから、あのが頑張れとかさ、ファイトとかいいんだけどさ、もっとどうのこうのとかネチネチしたの読み上げ、もう聞きたくもないから走ってる時は。もうそんなの速攻ブロックね。偉そうなやつとかも嫌い、腹立つし。マリルボーンさん、ヒカルはほぼ毎日1時間くらい走ってトレーニングしてる。あーすごいね、1時間走ってんだ、偉いね。ヒカルくんなんか放送引退するって言ってんでしょ。なんかツイッターかなんかで見たけど、ヒカルくん引退すんの？っていうか昨日したのかな、引退放送。なんかよくわかんないんだけど、どんな感じなんだろう。まあ引退しないのは分かってんだけど、引退詐欺かな、何なんだろう。でもなんかツイートコメントみたいなのツイッターで見たよ。マリルボーンさん引退じゃなくて仕事終わってから少しやるって感じ。あ、じゃあメインではやらないって感じなんだ。仕事受かったんだね。じゃあ本業ではなくなるってことか。まあまあしょうがないよ、子供生まれたんだから。それが正しいよ。本来スパッとねやめてもいいぐらいだもん。マリルボーンさん、うん、そういうことを言ってる。まあまあそうだよね。まあまあ正しい判断だよ。奥さんが配信嫌いなんだもん。20秒後、今日もね30分切りましょう。行きます。
信号捕まった。4分か。やばいね。ちょうどぴったり捕まったからペース的にはちょっと良くない。飛ばす気味でいきましょう。8分経過。
細いな。やばいね。ハーフです。2分ロスってる。全員で金杯しねえって言っといて。のんさん、俺の携帯使って金梅さんにかけ直して死ねって電話しといて。19分、やば。やばいな。ああ。
ギリギリ30分切るタイム、ギリギリ。ギリギリ切れるかどうか。雲モンさん23分経過。ギリギリな。モンさん23分経過。
27分経過。ありがとう。昨日と同じタイムですね。28分40秒。昨日と同じタイムです。後半まくったね。金魚姫さんお疲れ様でした。28分40秒。昨日とジャスト一緒。後半まくりましたね。2分、最初の信号で2分遅れてたのが結構きつかったけど。お疲れ様。後半持ち上げたんで、お疲れ様です。今日のタイムキーパー紹介します。今日のタイムキーパーは、いつも、タイムキープしてくれてるボン、それから、昨日タイムキープしてくれた、今日もやってくれたクモモン、あとのんちゃん、のりこ@銀河、3名ありがとうございます。助かりました。やっぱ複数人いるとね、間違いがないし、すごく良かったですね。大丈夫ですよ。あとね、今日、ダッシュ中5キロ中に花火くれたみーすけさん、ありがとうございます。今からダッシュ1本入れたいと思います。よろしくお願いします。今日のタイム5キロはロードワーク21回目、28分40秒、昨日とジャストでした。ありがとうございます。よし、腹筋が痛い。ボンさんお疲れ様。みんなお疲れ。ノリコアット銀河さん、バーガーありがとう。3個プレゼントしました。アイテムありがとう。バカナイス。クモモンさん、こちらこそ腹お疲れ様です。みんなお疲れ。まあね、明日5キロ走ったら休憩日なんで、3日走って1日休むペースでやっていきます。一応ドルさんと相談して休みは入れた方がいいっていうことだったんで、半年間毎日じゃ気持ちが持たないから、しっかり休みを取りなさいっていうことでアドバイスいただいてるんで、それでやっていきたいと思います。3日走って1日休むっていうペースで。クモモンさん、バーガーをプレゼントしました。ありがとう、バーガーありがとう。まあ、週6で走るペースかな。週6ペース。クモモンさん、よかったらフォローいいですか。
マリルモンさん、それなら続けれるね。そうだね。いや、まあ週に1回休めって話なんだけど、簡単に言ったら。まあそれで続けれるっていうか、本当は毎日走りたくないよ。毎日サボりたいよ。このあと腹筋が待ってるんで、ダッシュ1本と腹筋が待ってるんで。クモモンさんは、はい、こちらこそ W あまりフォローがよく分かってないけどよろしくから。縄跳びとかは入れない。今基礎体力。モンさん、ありがとう、フォローしたよ。あのやればやるほど負荷がかかるし、やる気がなくなっていく性格だから、一個一個積み重ねていかないと。今みたいに走るのは余裕でできるようになってからプログラム追加していかないと、結局心が折れたら負けるから、コツ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 できることを一つずつ増やしていくっていう、あれもこれもっていうのは分かるんだけど、あれもこれもやったらダメってことで、そうやった方がいいんだよ。それが半年間続かなかったら意味ない。ありがとう、ボン、いつもありがとう、延長代ありがとうね。そうそう、できるんだったら20キロ走って朝から晩までトレーニングやった方が強くなれるよ。それだったら世界チャンピオンになれるよ。クモモンさん、こんにちは。ワドさん、もう走らないかと思ってたけどよくやりましたね。いやー、腹筋が痛かったね。まあタイム、昨日と同じスピードでタイムできたのは良かったので、気持ちで負けてなかったから。最初2分遅れたのに、最初の交差点で2分待ったから、2分まくるのは結構きついよ。後半だからゆっくりゆっくりピッチ上げてって。いい天気だな。クモモンさん、今下よから。寒いね今日は。ボンさん、ありがとう。天気いいな今日は。あったけ、今日あったかいわ。よっしゃ、じゃあみーすけさんからいただいた、みーすけからいただいた花火一発ダッシュで、今日あったかいと思うよ。ピーカンだもん、ピーカン、ほらすげえ太陽、あったかい今日。じゃあダッシュぶちかましますか。マリルモンさん、私は1キロ走って同じコースをウォーキング、それをリセットしても効果あるかね。バッチリバッチリだよ。1キロ走って同じコースをもう1キロ歩くんでしょ、ウォーキングするんでしょ、全然 OK。 つまり4キロやってるわけでしょ、全然 OK だよ。むしろこれは体力上げるためのスピードで走ってるから、ダイエットぐらいだったら全然スタイル良くなるし健康的だよ。絶対やった方がいい。それで大体ね、40分ぐらいじゃん、1時間ぐらいか、40分から1時間ぐらいのペースで全然いいと思う。あとストレッチとかね、あとなんだろう、肩伸ばしたりとか、あの
それがいいと思うよ、健康考えるんだったら。あまり激しい運動のね、有酸素運動って本当は良くないんだよ、あの寿命を縮めるからそれくらいがいいと思う、健康を意識するんだったら。え、ここで合ってるっけ、走り始め、ここか、いつもより道、え、ここだったっけ、あれ、どっから走ってたっけ、ここだよな、ここだよな、え、こんな短かったっけ、え、どっから走ってたっけ、ここで合ってるな、なんかいつもより短く感じんな、なんだろう、え、こんな短かったっけ。オンさん、いいね、お20個プレゼントしました。あ、いいね、ありがとう。オンさん、バーガーを2個プレゼントしました。こんなもんだったっけ、距離。オンさん、ハートを2個プレゼントしました。こんなもんだったっけ。のりこアット銀河さん、バーガーを2個プレゼントしました。ここで合ってるよな、こんな奥からじゃなかったよ、ね、金魚姫さん、バーガーを5個プレゼントしました。50メートルって何歩ぐらいかな。あれ、なんか短く感じるな、今日久々に走るからか。こんなもんだったっけ。じゃあダッシュ1本行きます。クモモンさん、美容院が真ん中って言ってましたよ。いやいや、合ってるんだけど、なんか短く感じる今日は。で、行きますか。こんなもんか。こんなもんだった。そうだ、これで合ってる、これで合ってる。いいっす、お疲れっす。こんなもんか、こんなもんだよね。ありがとうございます。みーすけさんの花火でした。お疲れ。くもモンさん、88,888。トリコアット銀河さん、お疲れ様から。腹筋痛い、腹筋痛い、お疲れ、みんなお疲れ。いや、まだ腹筋が残ってるから。腹筋何回できるかな今日。痛い痛い痛い。何回できるかね。1回できたらいいなと思ってるけどね。肉まんさん、和戸監督おはようございます。バカありがとう。風船か、風船ありがとう。おはよう。セコタンさん、頑張って。頑張るよ、ありがとう。なんで蛍光いいんだ。警官が写真撮ってたけど意味わかんないな。腹減った。このインナーすっごい軽いのに汗がすごい出るんだよね。これダイエット効果すごいよ。なんつうの、なんか保温性っていうのかな。そう、すごいよ。インナーかもしれないね、もしかしたらナイキのインナーの方、こっちの方かもしれない。おお、すごい熱い、びっしゃびしゃになってる。
もある？発汗作用すごいね。すごいあるよ。これだからね、一回も洗濯しないで使おうと思ってて、で半年後に一回も洗わないで使ったこのインナーをお礼にミースケに送ろうと思ってるんだ。ミースケが買ってるから。そしたらほら、俺の匂いいつでも感じられるから、一番のファンサービスになると思うから。クモモンさん www ミースケ喜ぶと思う。モンさんに汗かいてるね。金魚姫さんノリコアット銀河さんわらわらわら。ミースケの家の犬が吠える。モンさんわらわらわら。ワンワン。ミースケさん今作業中だったけどおぞましかった。ミースケの家の犬が倒れたり吠えたり。ゴミ出した？のんさん、今日ゴミの日だ。ミースケさんテロだよ。テロテロだった。すいません作業中に。それくらい俺はファンサービスができる男だっていう、リスナー思いの配信者だから。ゴミ出したかな。あ、出してる。ノリコアット銀河さんゴミ出しました。3個山積みにしてるっていう。バリルボーンさんすげえファンだったら欲しいわ。それヒロシです。サインナーの会話あるんですか？縦に3、縦に3だから。いや 2枚送ってくれてるね。みんな金魚姫さん雪だるま、雪だるまになってる。のんさんが遊んでるね。ただいま。はい、ただいま。クモモンさん縦に3個 www。 いい匂いする。いいね。なんて？わかんない。出ればよかったのに。うん、切れちゃったでよく。切れちゃった。うん、金梅さん。うん。配信中に電話かけてきたのかな。金梅さん。キャスやってんのかな。なんだろうね。金梅さんなんだろう。電話してみようか。うん。のんちゃんドリンク作って。うん。金梅兄さん。なんだろうね。夜中はよっさんから電話来て。本当だ。金梅さんだ。してない？なんだろう、出ないね。なんか今日は大御所から電話やたらかかってくるな。金梅さんとクモモンさんふわっちで配信してますね。まあいっか、なんか大将酔っ払っちゃうんじゃん。大手から電話かかってくるときは大した要件はないっていう。どれさんにしかり、何にしかり。よいしょ。はい、腹筋いくぞ。地獄の腹筋いくぞ。もう俺起き上がれないんだけど。一回もできなかったらマジでごめんね。超回復狙うから、一回もできなくてもそれはしょうがないから、昨日トレーニング追い込んだってことで、叩かないでね。サボりではないから、これは筋肉量の問題だから。さあ、のんちゃん行くぞ。はい。地獄の腹筋、みんな行くぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、ダメだこれ、一回も上がらないかもしれない。いや、無理だもん。もうちょっとかがんだだけでピキピキ言ってるんだもん。筋繊維断裂してる。いくよ。昨日は75回でした。ドルさんから50回1セット。あ、50回を1セットを2セットだから100回目安にやっていくっていうのが。ヒロシです。サンジャッキー・ジュエンの修行の時の音楽とか聞くとやる気出るよ。著作権侵害になっちゃうんで、できません。じゃあ行きまーす。ちょっと、ああ、痛い痛い痛い、ああ、ああ、
ちょっと待って、マジか。あ、無理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 。今日は無理だ。今日無理。ああ。急にやったからちょっと無理だ。無理無理無理。昨日70回、75やってるから、これマジで一回も上がんない。あ、無理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 。皆さんすいません、今日の記録0回です。無理。今なかなか少し休んだ方がいいよ。これ2日は無理。じゃあ皆さんお疲れ様です。 KB 今日は腹筋無理です。あのまず倒れらんない。こっからこっから奥行けない。人魚姫さん KB、 KB どうした？KBモンさん KP、 でもモンさん KP、 運動後だから美味しい、ちょうどいい。クモン KP ありがとう。痛い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 。コノミンさん久々。おお、コノミン久々だね。コノミン、あれ坂根浦雄三さんビールですか？ビールじゃないよ、スポーツドリンクだよ。ポカリポカリ、リスナーさんが送ってくれてるポカリ。コノミンさん今回は期待していい？いいよ、期待していいよ。猫の目さんはどう？おはよう。おはよう。やばい。っていうかね、もうちゃんとトレーニングしてる人はもう今回余裕だろって思ってるよ。本当に今回はちゃんとトレーニング枠見てる人はもう全然今回勝つだろうってもう分かってるもん。昨日さ、俺さ、ドレさんのところコメント書いたら、リスナーからゴロゴロしてねえで走れよ、お前一回も走ってねえだろうとか言われたもん。見てないから叩くのやめろよって感じだよね。めちゃくちゃ走ってるわ俺、誰よりもトレーニングしてるわ。コノミンさんひでえな。いやそれはひどいでしょ、いくらなんだもん。見てなくて叩くやつとか多すぎるよね。俺が一番トレーニングしてるわ毎回。あー疲れた。あとはご飯だね。ナタラージャさんおはよう。おはよう。どう？コメボタン押した？コノミンさんさすが、ドレさんのリスナーだ、わら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 。いやもうほんとそれだよ。のんちゃん、コメ押した？うん、押した。あと何分で表示されてる？あと32分。32分。でも大根がまだ煮れないから。あ、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいい。うん、俺セブンイレブンに煮卵買ってくるよ。うん。いや、腹筋やべえな。じゃあまだ1時間ぐらいかかるってことだよね。コノミンさん配信者とリスナーは似た者同士だな。あ、まあまあそうでしょ。まあうちはメンヘラお薬おばさんしかいないけど、メンヘラお薬おじさんみたいなもんだからしょうがないよ、ね、ポンコツなの。ポンコツばっかりだね。誰がポンコツだこの野郎。うちの可愛い可愛いポンコツたちです。よろしくお願いします。ポンコツじゃない人は、他に行きました。TCP になっちゃった。そうそう、TCP。コノミンさん、私は怖くて薬飲めない。うん。軽くさ、腹筋やらない代わりにシャドウやってくるわ、のんちゃん。うん。うん。軽くね。シャドウだけ。ハピネスアットウナちゃんおしさん、かずみち先生はどつお。はい、はどつおはよう。コノミンさん目を覚まさないような気がして。ロマンチストか。よいしょ。軽くシャドウだけやろ。腹筋ができない代わりに。マリルボーンさん腹筋、初日に調子に無理したのがいけんかった。いやいやいや、筋トレはこういうもんよ。じゃあいけないんじゃなくて、これが正しいやり方なの。要は次の日できないぐらいってことは筋繊維が断裂してるってことなのね。細い筋肉が切れてる。私ドリエルでもかなり効いちゃうの。だからこれが正しいんだよ。でこれで2日ぐらい待つの。そうすると太くなって次よりできるようになるから、これ正しいの。
要は毎日持続してやるのって何にもなってないから、それダイエットだから。マリルボーンさん、それでいい、これでいいの、これが正しいやり方なの。筋トレって考えるとね、筋肉量を増やすわけだから、これは正しいの。だから毎回追い込むので、2日回復させるみたいな。アピネスアットウナちゃん推しさん、超回復を狙うだよね。そうコノミンさん、なるほどね、知識あるよね、和道さん。そうそう、知識だけは一人前だから。コノミンなんかあれだね、サムネの顔変わってるから、なんか印象がだいぶ違うね。なんか前のサムネ好きだったけどね、コノミン可愛くて、なんかお姉さんっぽい感じだね今は。軽めのシャドウやって終わりにしましょう。腹筋できない分他の筋肉使えるんで。ちょっとのんちゃん行ってくるわ。私44に昨日だったからしゃあないよ、ババアだから。マジで見えねえ、綺麗なババア多いな、うちは。44なんだ、知らなかったわ。全然やれる、全然だけど。コドミンさん、のんちゃんが一番綺麗でしょ。のんちゃん可愛いだから、綺麗じゃなくて、のんちゃんは可愛い系だから。へえ、日本のババアは綺麗なババア多いね。なんでなんだろう、40歳とかもうモンスターみたいなババアとかのイメージだけどね、最近のババアは綺麗だよ。コドミンさん、そう、綺麗だと思っていたよ。のんちゃん可愛い感じだ。住宅街だから音切るわ。
こんなもんか。終了です。お疲れ様です。お、残り3分なんで皆さんよかったらアイテムください。よいしょ、延長代よろしくお願いします。よし、ご飯できたかな。バカありがとう。あーちゃんおはよう。今トレーニング走り終わって腹筋はできなかったけど、ダッシュとシャドウとロードワーク終わったね。今日の練習終わり。ご飯じゃ。食べます。食べなさい。いい。のんさん綺麗だって書いてる人いたよ。ありがとう。このみんな。ありがとう。のんさんは可愛い系だと思うけどな。セブン、あ、そっか、セブンイレブン行かないと煮卵ないのか。ちょっと水飲ませて、休憩させて。大丈夫、まだ大根も煮えてないから。オッケーオッケー、ゆっくりでいいよ、うん、顔が痩せてきたな。うん、いい感じに締まってきたね。ごちそうさま、これお願い。はい。のんちゃんは癒されるよね、かわいいよね。キャワワ。ああ、まあトレーニング本気でやってるからね。いやちゃんとやってるよ。痩せたよね。煮卵何個いる？もう大丈夫だ、肉は。肉大丈夫？うん、うん、のんちゃん煮卵何個食べる？2個。2個食べる、うん、じゃあ 2個ね、オッケー、うん、もうかっこいい。いや多分腹筋マジで割れると思うよ、腹。もうなんかもう完全になんかデブじゃなくてぽっちゃりになったから、なんかカットが見え始めてるもんね。ここにうっすら出始めてるもん。肉がっつりつまめなくなったもん。ほら US 痩せたでしょ。わかる？そう、俺の腹じゃないでしょ。横っ腹が少し残ってるけどさ、わかるかな？痩せたの。1ヶ月でここまで絞ったんだよ。うん。もう多分本当、割れると思うよ。うん。色黒いゴキブリを倒すためだ。あ、そうだ、ヘアバンド買ったんだ俺。忘れてた。ターバン出てきた。いや、ほら、うちのリスナーババアが多いから、ババアが興奮する配信者になろうかな。氷川きよしみたいになりたいじゃん。ババアがキャーキャー言う。これからババアの時代だから。うん。あ、ババア来た。あ、じゃなかった。愛子ちゃんおはよう。愛子ちゃんおはよう。うん。かわいい。吉高由里子来たよ。吉高由里子。うん。ババアに愛される配信者を目指してる。
でしょ。どっちが上とかあんのか。似合わねえ。似合わねえな。なんかこんなのいたよね、昭和の後期にね。これやめた方がいいな、これヘアバンド。やめよ。ババアじゃねえわ、つって。あ、そっか、あちゃん、そうだ、ババアじゃなかったのか。おー、ストロベリーありがとう。まあ、ゴキブリになんか負けないよ。ありがとう。ともとくありがとう。あんなゴキブリの汚ねえさ、口だけ野郎に負けたらもう、生きていけねえわ。あいこさん、任せて。ゴキブリはたいてくるから、6月。6月はゴキブリはたいて金もらうんだよ。そう、ゴキブリ叩きにギャラもらうから。あれ、俺財布忘れてる。財布。あんなゴキブリでしょ。あ、オッケーオッケー。負けないよ、あんなの。あーでもね、不評なんだよね、金髪。すげえ不評。なんかね、嫌だっていう人多いね、うん。俺は気に入ってんだけどね、のんちゃんなんかヤクザだって言ってるよ。ヤクザになったっつって。のんちゃんのヤクザ感がわかんないけど。俺は好きだけどね、この髪の色。あんまり好評ではないかな、うん。肌荒れたけどね、だいぶ。ボロボロだよ。まあ、こっからブルーにするんだけど。ね、若返ったよね。たまに、そうイメージだよ。配信者だからね、髪の色関係ないし。ああ、まあまあ、それはあると思うよ、うん。いい感じ、ありがとう。 CM ってなんだろう。 CM?例の件ね。あ、もうちょい待ってて、うん。CM っていうか、あの映画のティザーでしょ。ティザー映像でしょ。あ、もうちょい待ってて。ヤカト船行くよ。行く。え、愛子ちゃん行くの？来る？愛子ちゃん会えるかな、じゃあ久々。ヤカト船俺は行くよ。愛子ちゃんは？愛子ちゃんも行くのかな。誰かに似てる、誰だろう。俺、行くよ、屋形船。うん。KPI、おー、延長代ありがとう。皆さん、延長代よろしくお願いします。花火目標会とかも終わったから。今日の日程終わったから。あと、花火、今3発もらってるから。書いとこう。あと27発か。花火17発と。さっき2発もらったんだよな。で、今日1発か。あ、そうなんだ。キャサリン来るんだ。やめちゃったんだ。会いたかったけどな。そっかそっか。まあまあ、合う合わないあるもんね、うん。来る予定だったのに、キャンセルになったんだ。まあね、人数集まるのだとね、誰々と会いたくないとか絶対出てくるからね。俺も会いたくない配信者いるもん。こいつは絶対絡まないっていう。何人かいるよ。わかるわかる。気持ち。
うん、あ、そうなんだあ、じゃあヒカルくんとベンドさんその日会えるんだね。新年会みたいなもんだからね。まあ誰が来んのかわかんないけど、金梅さんしかわかんないな俺。あ、そうだったんだ。甘いの久々に食うわ。お箸は大丈夫です。はい、はい、どうも。はい、はい、どうも。慎吾さんと同い年。顔似てるか初めて言われたんだけど、似てなくねえか、全然違う顔だと思うけど、慎吾さんと俺。いや、お前だけだよ似てると思ってんの。全然顔の系統違うと思うけど。ほら俺竹野内豊とあのクリソツ系だから、竹野内豊とか妻夫木聡とか金城武とかあの辺のジャンルだから、あのジュノンボーイ系男子だから。ジュノンボーイ、眉毛はね、あの危ないんだよね本当は。ヒゲも良くないんだよ。あと口かぶれてるからやらなかった。
金髪似合う。ありがとう。それでもガキの頃ずっと金髪だったから、なんか若い頃思い出すね。しっくりくる。懐かしい感じだね。坊主はあんま似合わないかな。坊主はあんま似合わないと思う。天気最高にいいよ。いや、あったかい。久々だね、晴れたの。昨日、一昨日雪か雨とかだったから、東京天気一緒、あったかい、いい感じだよ。ありがとう。ありがとうございます。助かります。特別の花火ありがとう。ありがとう。サンキューです。絶賛生活費にさせていただきます。よいしょ。あざーす。のんちゃん、はい、卵買ってきたよ。はい、甘いの買ってきたけどさ、うん、俺もう全部食べれない体だからさ、うん、半分こしよう、うん、いちごのなんか、はい、ロールケーキってやつ、うん、俺もうゆっくりしてていい？タバコ吸ったりして。いいよ。ありがとう。じゃあのんちゃんお願いね、うんうん、よいしょ。今日天気、今日何曜日だ？土曜日？土曜日か。卵全部使っちゃう？いいよ、好きに。あ、それ煮なくていいよ。あの、なんつうの、鍋に入れなくていい。あの、水切って、うん、水切ってあれすればいいから、あの、添えるだけで全然美味しい。味ついてる。温めた方がいいよ。いや、温めなくていいよ、これは。うん、いやー、疲れた。やることやった。まったりしよう。俺曜日わかんないよ、全然。だって曜日と関係ない生き方してんの全然わかんないよ。毎日言ってるよね、今日何曜だっけって。もうだってまともな仕事なんか23ぐらいからずっとやってないんだぜ。10年ぐらいだってこの生活してんだもん。曜日知る必要ないからな。ああ、そうなんだ。みーすけはでも働いてんじゃん。ああ、でもみーすけ毎日働いてっかんな。働き者だかんな。勝組ではないんじゃないの？遊び人だと思うけど。
好きなテレビ番組、テレビやめて何年経つかな、テレビ所有しなくなってもうそれこそ10年ぐらいかな。昔テレビっ子だったけどね、もうテレビ大好きでずっとテレビ見てたもん。だけど23ぐらいにはもう見なくなってたかな。テレビはもう持つのやめた。好きなことはしてる、好きな、っていうかもう好きなことを、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるが俺の座右の銘だもん。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。逆にそれしかやらないって決めてんの。そう、それだけ。もうとことん一回きりの人生楽しむって感じ。それでいきます。生まれ変わりは俺は信じない。っていうか自我、アートマンの存在、自分ってものがないっていうのが俺の心情かな。うん、自我すら信じないから。犬の毛みたいになってる。俺は生まれ変わり否定派だね。自分もないと思ってるね。今魂とかね、そういう霊とかそういうものを一切信じてないっていう、あの自我すら疑ってるっていう、それが俺の宗教観かな。あれ、タバコこれしかないっけ。タバコもう一個残る。え、あーちゃんっていくつだったっけ。布団10年、いやこれは買ってからどれくらいだろう。布団干す場所なんかないもん。一回洗濯しようねこれね。うん、うん、あちゃんはあれなんじゃん、母性本能強いんじゃないの。母性本能強い人俺のこと好きになる傾向あるよね。のんちゃんもそうでしょ、ペットみたいなんでしょ俺のこと。ダメ人間だ。ここさんだ、ダメンズウォーカーだ、ダメな男好きな女いるんだよね。のんちゃんもそのダメ男が好きなんだ、ほっとけないんでしょ。うん、うん、あのね、うん、あの世話を焼きたくない。ああ、ペット感覚なんだ。この人私がいないとダメだっていうね。ねえ。ああ、今が地獄の修行だと思ってる。まあ死んだらニルバーナですよ。そうっすよ。死んだらニルバーナ。リンスか。トリートメント。もう入れとけば。俺でもね、あの、可愛い系だよ。あの、大体ね、その、女性から言われるの結構そっち系だね。あの、付き合う人とかも。母性本能強くて、可愛いっていう。違う違う。犬みたいな髪にしてないよ。そう、意外とそうなんだ。おはよう。おはよう。いや、疲れたよ、のんちゃん。もみもみして、もみもみ。え、のんちゃんも疲れた？うん。疲れるってことってなかった。何が疲れんの？疲れたの？何もしてない。のんちゃん、でも太ったよね、ちょっとね。うん。もともと細いもんね、のんちゃん。立ってごらん。のんちゃん、細い。細い。これでも一番太ってるぐらい太ってる。スタイルいいよ、のんちゃんは。10キロ太っちゃった。そう、俺がね、ご飯バクバク食わしたら10キロ太っちゃった。ガリガリだったんだよ、本当に。昔の動画とか見るとわかるけど、うん、ガリッガリだったんだよ、骨と皮みたいな。俺がね、ムチムチにしちゃった。今ぐらいが普通じゃない、平均体重ぐらいじゃないの、身長。まあ、年相応な感じ、うん、
これで10キロ太ったんだよ。ほんとガリガリだったんだよ。ありがとう、チョコありがとう、アイテムありがとう。スラッとしてる。背はね、低いよね。うん。153ぐらいかな。ちびっこだから。みーすけもちっちゃいよね。みーすけ130センチぐらいだったよね。リアズ着たけど。同じじゃない。危険。あ、そんな小さくなかったっけ、うん、のんちゃんと同じぐらいか。うん。細いとかじゃなかった、もうガリガリだったの。骨と皮だった。だってご飯本当に一日これしか食ってないんだもん。一日の食事これだけとかを10年ぐらい続けてたの。うん。え、そんなでかかったっけ ?158 もあった？うわぁ、大きいんだ。え、のりっこぐらいじゃなかったっけ？うん。158 もあった？うん。でしょちょっと持ったつうか、うん。いや、そんな背高いイメージじゃなくて、ちびっこ族のジャンルだったと思ったよ。うん。みーすけ、あれだからね、初対面の時にこいつなんて言ったかみんな聞いて。はじめましての時の挨拶、生で見た印象どうって聞くの俺。結構、仲いいリスナーさんとかに。なんて言ったと思う？放送と生で会った時の違いとかなんかあるって、生で会った印象どうって聞いたら、肌が汚いって答えたかんね、こいつ。ありえねえだろ、ほんと。おうって言ったよ。うん、思ってたより肌が汚いって言われたかった。あ、でも最近ちょっとあれかな。荒れてるかな。荒れてるっつうかさ、シワが増えたよね。ほんとに。おっさん、クマがひどくて。ほんとに。いや、わらわらじゃないよ。初対面で初めましての人に思ってたより肌汚いって言った。なんて言ってたっけ。肌汚い。カサカサって言ったらうるせえわ。なんだ肌がカサカサって、お前初対面で肌がカサカサってどういうことだよ、お前。もう他になんか言うことあるだろ。いや、腹筋が痛いよ。温泉行きてえな。どっちも大した変わんない。もんちゃん、タバコ一箱しかなかった？うん。あれ、二箱買ったつもりだったんだけど。まあ、いっか。ここに入れちゃったんじゃないよ。ここにね。うん。ああ。ギトギトよりいいんじゃない？何が？カサカサの方が。まあ、ギトギトは嫌だな。そうだよ。うん。そうだよ。あ、誰とか。みやび。自分染めてない。これは脱色。ブリーチ。うん。いや、結構ムラだよ。もうこの辺黄色いじゃん。トップが黄色くて、横が白いから。ほら、ムラになってるでしょ。これ綺麗に抜けてないよ。これは超下手。俺結構雑だから、この辺が黒いでしょ。これはダメなの。ここの色と違うから。下手。トップの色違うでしょ。泡のでやればよかった。いやー、もうめんどくさい。もういいんだよ、色が抜けたら。泡のやつすごいよくできるよ。泡のこれ。そうなんだ。ギャッツビー使って、ギャッツビー、うん、あー、低血糖起こしてる。ジュース飲んだのに。あれ、もう一杯作って。うん。うん。いや、今回ブルー。今回ブルー。マリンブルー入れる。花火投げてよ。なんで投げてくんない？投げそうになるじゃねえよな。花火投げろよ。なんだ投げそうになるって。何止めてんだよ。俺それで生活してんだよ。投げろや。バカかよ。なんだそれ。
投げろ投げろ、ほんと。うん。そうそうそう、ボンと同じ色。狂ったほど投げていいよ、ほんとに。なんでそれとグッとこらえた方がいいじゃねえよ。やめろよ、お前。営業妨害だわ、ほんと。投げて投げて、ほんと。先月やばかったんだよ、ほんとに。もう、ワースト記録だよ。ありがとう、ボン。サンキュー。ボン、ありがとう。勘弁してくれよな。じゃんじゃん投げて、ほんと。生活かかってるからね。チョコありがとう。うん、チョコありがとう。サンキュー。何グッとこらえてんだよ。うん。スロットっていうのは何？ 3 色、お前も投げろや。何これ3色同時に揃うと何かが起こんの？うん。やだとか言って。今月は昨日4000円かな？昨日、わかんないけど。またずれた。これ3個揃うと何かが起こるの。うん。みんなで揃えてよ。チョコ投げてよ、みんなで。はい。ありがとう。多いな。うんさんも飲んで。うん。あー、ずれるね。余ったらちょうだい。うん。3個連続でなかなか揃わないね。金魚姫ありがとう。わ、チョコだ。またチョコだ。お、お、来るよ。次ミルク、次ミルク、次ミルク、ストロベリーか。ストロベリーか。ずれるな。何が大きいんだろう。何が大きいんだろうね。なんか、同種類が3種類揃うといい、いい、なんか起こるんだって。うん、あーっつって。あ、いっ、お、来たよ。ストロベリー、ストロベリー。ストロベリー来るよ。誰？ストロベリー？ストロベリー誰来る？ストロベリー？これソロウパティーンじゃないのこれ。誰だ？行け、来い。誰か来い。誰かチョコ投げて、友チョコ。来るか？誰も投げない？怖くて投げれない。責任重大だからね。あーってなっちゃう。いや、ここで引くやつは引くよ、ここで。強運かどうか怖い。いいじゃん、思い切って誰か投げちゃえ。誰かが当たり引くよ。当たりを引くやつは投げたやつだから決めよ。強運、誰が強運か。誰か来る？来ない。誰も投げない。投げろや。ああ持ってない。腹痛い腹痛い腹痛い。ああ、抹茶野郎が。ああ、なんだろうね。確率的に3種類のチョコがあるから、3種類が 3回連続揃う確率どれくらいなんだろうね。うん、クソっつって。どれくらいの確率だ。サザンが、わかんねえな。全然違うじゃん。もうダメだ。もうダメだ。揃う気がしない。ダメだ。終わりだ。もう終わりだ。これ何が起こんの？ 3 個揃うと。なんかエフェクトがボーンって出んのかな。どういう仕組みなのか全くわかんない。クソクソっつって。ベジータみたいになってる。ご飯あとどれくらいできる感じ？まだ今ね、大根煮てる感じ。大根に柔らかくなるまで、うん、もうちょっとかかるか。あ、辰彦から連絡来たよ。なんか LINE が来た。昨日すいませんでしたって。まあ、いい感じになったんじゃないの。うん。ツイッターとかで100人ぐらい、200人とかにいいねをされてて、頑張れってみんな書いてたから、辰彦頑張れって。今まではさ、なんかね、10人だか5人だか死にたい死にたいって言ってたわけでしょ。いいじゃん。知ってもらえて、逃げ場がなくなって、よしやろうって、応援してる人がいいんだってなってるわけだから。やる気で出さないとね。男でメンヘラって珍しいよね。あそこまで減らるの。
なんだ。へえ。ボーナスがつく感じなんだね。じゃあ。ふわっちでも今月攻めてるよね。1500万還元だからね。やば。金梅さんが本気出してるもんね。誰が取るかな。閲覧1位の候補ってよっさんか金梅さんだよね、多分、うん、このどっちかが多分200万取るんでしょ。シャワー行く前に運試し了解です、お願いします。閲覧でもらえるの。閲覧リスワンの1位が要は1ヶ月間のリスワンだから、うん、まあ金梅さんかよっさんじゃん。もうワンチャンツバニャンか。おお、来た来た来た、おいー、おめでとう。これはかっこいいでしょ。すごいな、本気出した、おめでとう。抹茶、あ、お、これはかっこいい。これはかっこいい。攻めたね。なるほど、なるほど。これが出るのね。抹茶揃いました、ボーナスプレゼント。これはかっこいい。これはかっこよかったね、うん、今のはね。本気出すわ、つって、ね。うん、なんつった、本気出すわじゃないや。勝負するわ、ってね。運試しするわ、つって。いや、これはいいね、なんかね。すごかった。すごかったね。なんか。持ってるね。なんかパチンコ的だったよね。うん、なんかね。ジャキーンって来た。おーっていう。いや、素晴らしいね。うん、ナイスーナイスー、うん、起きたな。おはよう。ま。でももう夜行性になってるから、うちの鳥は。ちょっと目がシュパシュパしてるから。眩しい。眩しいっつって。夜元気だから、うちの鳥は。完全に夜型だからね。もう人間と変わらない。あと30分ぐらいかな、ご飯。うん、腹減ったよ。卵と大根一緒に盛り付けていい？いいよ、うん、冷たいままでいいから俺のは、うん、うん、煮ちゃわないで。ストロベリーありがとう。お、次の人来る？次の人ストロベリー、ストロベリー、ストロベリー、あと2連チャン来るかな、うん、お前が200万取れ。200万取ったらね、映画作るよ、うん、のりことやった？あの童貞みたいなやつほどそういうこと言うよね。のんちゃんと俺はセックスレスだから。ねえ、のんちゃん。うん、うん、のんちゃんはもうね、性欲がなくなっちゃった。お薬さんだから。お薬だ。なんでやってるんだろう。どんだけさ、すごい妄想だよね。うん、のんちゃん48だもん。うん、え、誕生日いつだっけ。7月。4月か、うん、のりこ48もう和道さんといるのにもったいない。もったいないの意味が分かんないけど。俺もシャワー浴びよう。こんな時間かも。和道さんが寝る時間。そうそうそう。太陽と共に寝て、夜と共に起きるから、うん、月の民だから俺、うん、でもさ、不思議だよな、人間の体内時計ってなんで25時間なんだろう。不思議じゃない？24時間の星に生まれたのに、なんで体内時計人間だけ25時間サイクルなんだろう。練習しちゃう、いや、来ればいいじゃん。っていうか、静岡の方じゃなかったっけ、傭兵。練習したいもないも近所じゃねえじゃん。うん、またっていうかね。別にこっちの方来るんだったら、
に一緒にやってあげてもいいけど、多分お前怪我するよ、俺と今練習したら。ボコボコにされるよ。だってあれワンの頃でしょ、傭兵が来たのって。お前多分フルボッコにされるよ。多分手も足も出ないと思うよ。ねえ、火星の25時間説あるよね。火星の時点が25時間サイクルの。火星人じゃない？いや、だからっていう都市伝説があるの。そう。いや、本当にそうなんじゃないの？うん。火星から逃げてきた人が増えたんだ、きっと。そうそう。あ、総合やってるんだ。でもこいつ俺嘘ついたかんね。俺に初めてリアズした時プロボクサーって言ったんだよ、こいつ。俺より下手だったかんね。俺より下手だったに。だから平気で嘘つくから、総合半年やってるとか、これもう嘘でしょ、こんなの。一回嘘ついたやつは、もう一生嘘つきだかんね。そう、ボクシング、あ、そうだ、プロボクサーじゃなくて、ボクシング歴9年とか言ってたんだ。めちゃくちゃ下手だったからね。今チャーシュー冷ましてる。ここにいた方がいい。いいよ、任せるよ。熱々大根。うん。
週楽しみだな。楽しみだね。切っとこ。冷めてから切った方が切れやすいよ。うん。冷めたから。うん。たも買ったよ。ただもうできてるやつだから、セブンのやつだから味もついてるし、のんちゃんは温めるらしいけど、俺冷たいままでいいよっつって。のんちゃんも冷たいまま。奈々さん最高だよね。俺子供の頃見たんだけど、あれがベストバウト。俺のもう子供の頃最高にかっこいい俺のボクサー像だね。で坂本さんって孤児院育ちなんだよね。だからそのベルト持って帰るんだって言って。今でもボクシングジムやってんじゃなかったっけ、坂本さんって。すごいいい人らしいよ坂本さん。もう喧嘩だよねあれは。もうもう結構ボクサーの中で伝説になってるけど、あれはもうあの戦い方はやるなって言われたらしいよ。やっぱりなんか当時ボクシングジムのキャプテンやってた人が大学で、やっぱ顧問に言われたって言ってたもん。あんな戦い方ダメだよって、あれはボクシングじゃないって。あれはもうなんか北斗の拳とかそういうジャンルだっていう。喧嘩だよねあれ。ゴリッゴリに打ち合ってるもんな。あれかっこいいよね、惚れるよね。セコンドがね、ずっと足使えって、勝負すんな、勝負すんなずっと言ってんだよね。なんでそんな急ぐんだよって。俺が好きな日本人ボクサーは畠山さんと、あと長谷川穂積さんかな。長谷川穂積さんはもう芸術的だよね。超天才だと思う。まあ後半ね壊れちゃってたけどね、パンチドランカーで。全盛期の長谷川穂積さんすげえと思ったね。感動した。2個食べるから全部使っちゃっていいよ。うん、チャーシューの横に添えろ。うん、これつゆ捨てちゃっていい？うん、捨てていいよ。
天気いいな。またよ。おー、ベコボコランドいらっしゃい。出勤前に来てくれたの。ありがとう、おはよう。また横浜のさ、ポチ M でやったところでジム借りてさ、企画やる？スパーリング企画見たい？あそこいいとこだったね。あそこいいよね。一回借りたじゃん。サメ島さんとテルチャンピンと俺と、誰いた？タツヒコか。もう一回やる？あれ？横浜だっけ？川崎だっけ？どっちだっけ？横浜。横浜か。おい、久しぶり。頑張ってるよ。めちゃくちゃ頑張ってるよ。走りたくもねえのにバカみてえに走って。めっちゃ頑張ってるよ。わあ、ありがとう。ペコポコランドさんから花火いただきました。ドンチキー。ありがとうございます。ペコポコランドありがとう。ういっすー。ありがとうございます。助かります。絶賛生活費にさせていただきます。よろしく。今月は稼ぎてえな。今月は稼ぐぞ。ドンチキー。おお、え、うわ、やっばい、うまくできてるよ。これは、トロトロ。これはやばいっしょ。見える？これ大、え、切ったこれ。切った。絶対うまいでしょ、これ。これはやばいよ。絶対成功。やばい、超うまそうじゃない？これはうまいぞ、このチャーシューは。やばいよ、これ絶対。そうだね。まあ、任せるよ。食べちゃってもいいし。ちょっと写真撮るわ。カメラマンワードを撮るわ。撮りまーす。大根は？大根も撮ろう。うわー、美味しそう。大根。いや、もう、やばい。この出来はやばい。もう、あの、1時間煮込んだのが、ツイッターにあげるから、今。これは絶対うまい。これは絶対うまい。ワドさん、大盛りね。うん。ご飯すげえ量出てきた。まったりまったり。あ、雲も、そういえばずっと起きてんじゃん。大丈夫？買い物の時からずっと起きてるんだけど。すげえ体力だよ。あ、俺タバコ吸ってるから先食べちゃっていいよ。はい、うん、いただきます。下ごしらえ半端じゃなくしたからね。大根がちょっとね、硬いかもしれない。いいよ、大根から行くんだ。
ちょっと心配なの。ああ、オッケーオッケー。いや、そこはチャーシューからだと思ってたけど。どう？まだ味染みてないから。まあまあ、しょうがないよ。うん。うん、でも美味しいよ。うん。かわいい。あんさんね、おおと久しぶり、元気？元気？猫背が治らない。猫背直すな。いや、おばあちゃんになったら丸くなるよ。丸いおばあちゃんになるよ。スタイルいいんだから。おっぱいもでかいんだから。うん。のんちゃん、いただきます。こんな感じね。いただきますって。のんちゃんからやっぱりチャーシュー言ってもらいたい。これは。うん。ゆっくりでいいよ。うん。え？病気？うん。いや、これは昨日、昨日。これは昨日。やっちゃった。昨日やっちゃったん。やっちゃったんじゃないの、気に入ってんだから。おお、分厚いね。端っこの美味しそうなところをいただきます。タレつけてさ、びしゃびしゃにつけた方がいい。これリアクション見ててよ、これ。うーん、マジで本当に、うん、本当に、うん、うまい、うん、柔らかい、とろうま、とろうま、うん、バッチリ味付け、うん、おいい感じみたい。じゃあ僕、マジでマジで、うん、じゃあ僕もいただきます。うまい、うん、ちょ、いってみるわ。うまい、いただきます。分厚く切ったな。いや、でもこのボリュームだぜ、みんな。とろうまだよ、とろうま、うん、いや、これは絶対うまい。こんなのラーメンに乗ってたらやばい。この分厚さですよ、この分厚さ、この分厚さですよ。いただきます。これやばい。乗ってたらこれはやばいやつ。脂っこくないね。ちょうどいいね。肉いい。いや、柔らかい。めちゃめちゃうまい。いや、これはやばい。ご飯、うん、大成功じゃん。うん。これはすごい。これは、これは。食ったら好きになるよ、チャーシュー嫌いな人も。うまっ、うわ、こんな分厚いの柔らかいんだよ。この分厚い食ったことないわ、うん、うまっ、超いい、うん、大根だくね、うん、うん、ちょっと感じ。のりこ大根食べます。おい、のりちゃんの大根大好きなの。うまい、うまい、うまい、うん、おいしい。のりこの大根と、全然脂っこくない。ね。うん。まだ油落としたいんだったら、1時間煮たのもう1時間煮ればいい。うまい。これくらいがちょうどいいね。うん。柔らかくて、油が抜けてて。うまい。うん。うん、最高。うまっ、うん、これはいいわ。これ、作り方、あの、ツイキャスに載ってるし、動画、あの、YouTube に上がるから、それ見るといいよ。もう、全然店で食うのよりうまいよ。ただ、おー、とうとう、花火ありがとう。まだしてね、病気ね。治してね。うん。何の病気かわからんけど。ありがとうね、とうとう。また来て、また来て。とうとうから花火いただきました。ありがとう。あれ？バクった。うん。また来てね。ゆっくりできるときに。ありがとうね、とうとう。サンキュー。よいしょ、よいしょ、うん、お大事に。この二人はもう世間とは全く関係ないところで生きてるから、うん、ね。世の中の世界の流れと全然関係ないから、もう超スローライフだからね。えのんちゃん、うん、うまい、うん、うん、うん、これね、くるくるやり方がうまかったんだよ、和田さん。うん、任せて。うん、うん、これはうまいよ。
チャーシューを任せたら日本一。うん、うまっ。分厚くったね。うん、ちょっとまだね、冷めてなかったから。攻めたね。いいね。切れなかったまだ。うん、うん、うまい。うまいよ。いや、これは作ったらビビると思うよ。うん、絶対家で作った方がいい。あの、だってこれ半分だよ、このボリュームで。まだもう半分あるから。うん。7時間かかるけど、もう、この日はもう、なんつうの、家族サービスだと思って、本気で作るって決めた日で。そしたらもう家族が喜ぶよ。特に、ん？いっぱい作っとけばね、いいんだよね、本当はね。うん。大きいお鍋があれば。でかい鍋があるんだったら全然いける。作りだめでいってる。そうそうそう。で、もう旦那さんとか男、もう男の子いるんだったら子供絶対これハマるから。あれ作ってあれ作って絶対言われる。思い出の一品になるよ、うん、お母さんの思い出の一品に。うまっ。もんちゃんちもよくチャーシュー作ってもらった。マジだ。うん、うまっ。手間がかかってる分やっぱね全然違う。ただあの1時間の工程と焼きを入れないとこうなんないから、手抜けば抜くほどまずくなる。うん、いけるいける。手間がかかるだけ。手間がかかるだけだ。全然いく。まあ2ヶ月に1回やるかや、半年に1回やるぐらいでいいんじゃない。あ、1回は作ってもらいたい。うまいから。だって和田さんハマると毎日って言い始めるから。うん、大根一本買ってきちゃう。うん、うまい。なあ、ちょっとね、本気の日を作ってさ、お母さん、うん、うまっ。もしくはね、お父さんが休みの日に作ってあげてもいいんだよ。うん、うわあ、みすけ花火ありがとう。どんちきー、どんちきー、花火ありがとう、みすけー。あざーす。みすけありがとう。みすけナイスー。あざーす。お父さんがね、休みの日とか作って、朝早く起きてね。チョコありがとう。来た。抹茶だよ、みんな。抹茶来た。お、抹茶！あ、来たよ、来たよ。抹茶、抹茶からの誰がとどめさす？うん。3連続？チョコかよ。ミルクチョコかよ。頼むよ、金魚姫。ああ、ああ、ああ。ダメだよ、ああ。もうさっき見たでしょ、FF。ああ、来たよ、来たよ、来たよ。来たよ。ミルク、ミルク、さあ、三人目、三人目。来たよ、これ。来たよ。誰か、三連続。ミルクだよ、次。ミルクだよ。
さあ、さあさあ、ミルク誰か？ストロベリーね。はい。ああ、はストロベリーありがとう。うわあ、特命さん、特命さんから花火いただきました。ドンチキー、ありがとうございます。ありがとうございます。特命さんありがとう。ありがとうありがとう。特命さんサンキューです。ああ、つって。3連続やっぱなかなか揃わねえな。難しいよ。難しいよね。難しいよね。あざーす。あ、吹きたい、吹きたい。うまい。美味しいね。うん。うん。やっぱ手作りが最高だよね。うん。ダメだ、飲んじゃん、こんなんばっか食べてたら。毎日これ食ってんな。セブンイレブンのチョコスティックばっかり食って。それで太ってた。デブの元。ほんで、これしか食わないんだもん、のんちゃん。自分の家いるとき。エネルギー源これだけなんだよ。ダメだろ。うん、体に悪い。デブパン。デブパン。栄養にならない。こんな。うん。ダメ。チョコチップ、うん、チョコチップ、チョコチップ、ダメだこんなの。ダメ、こんなの若い食べてたら健康メンヘラになるの。ダメだ、よくれだ。麦飯にチャーシューに大根の煮付けだよ。うまっ、すげえな。全部食べて、あと。え？全部？うん。いや、うん。チャーシューこの2つじゃラップしといて。うん。うまっ。うまい！ありがとうございます。ニスケチョコありがとう。花火ありがとう、特命さん。ありがとうございます。ありがとうね。花火ありがとう。これは我が家のただの日常風景です。スローライフです、スローライフ。ダラダラ生きてるだけなんじゃねえかっていう。何もしないでただダラダラ生きてるだけです。通称ニート生活ですね。33歳と、48歳のニート生活でございます。うん、のんちゃんこんな性格だよ。猫背ね、猫背。うん。うん。うん、いい姿勢。そうそう。楽になるから、それダメよ。はい。頑張ります。うん、ちょっとね、いつもスマホ見てるときさ、こうなっちゃうからね。うん。こうやってスマホ見る。うん。姿勢はよくね、スタイル悪く見えるから。うん。おばあちゃんに見えた。おばあちゃんになっちゃう。もう。うん？うん。仲良しの。仲いい。波長が合うの。うまっ。タレがいい。うん。ラーメンのタレもいいでしょ。いいね。うん。うん。ストロベリーありがとう。期待してしまう。うん。お、来た？あ。うん。超ごありがとう、ナイス。うん。うまっ。いや、これ大成功でしょ。うん、大成功。うん、焼いてさ、うん、1時間煮込んだらうまいでしょ、これ。うん、美味しい。うん。じゃあ、下ごしらえ俺がやるよ、今度から。うん。作るとき。うん。最後だけこうやってやろうよ。うん。うん。わ
花火ありがとう、ドクメさん。ナイス、ドンチキ。花火ありがとう、のんちゃん。のんちゃんね、ドクメさん。ありがとうございます。ドクメさんからありがとう。ありがとう。感動しない。おかずはチャーシューと、うん、煮卵と、うん、大根です、うん。ありがとうございます。嬉しいな。手作りチャーシュー。昨日からツイキャスでずっと作ってたの。ね。ワルさんが頑張って作りました。俺は下ごしらえだけやって、うん、のんちゃんが仕上げた。フィニッシュを。すげえうまかった。ツイッターに写真載せてるよ。うん。とろっとろ。うん。ごちそうさまでした。これさ、うん、初めてさ、うん、女の子の家に行ってさ、うん、さらっとさ、あ、チャーシュー作ってるけど食べてくって言われたらさ、うん、結婚しようってなるよね。ならない。だから彼氏のいないちょっとブスなリスナーさんいます？この中に彼氏のいないちょっとブスで、あのモテない女性リスナーさん、これ作れば彼氏できますから、結婚できますから、うん、さりげなくこれを、あ、ご飯食べてくみたいな感じでこれ出たら結婚しようってなるんで覚えておいてください。うん、とんちゃん料理上手。いやー、うまかった。超テンション上がった。すげえうまかった。マジでおすすめだよ。なんかカオス、健康的なもん食ってねえだろうから、なんかマリファナばっかり吸ってるだろう。これ届けたいね。チャーシュー食えと。マリファナばっか吸ってないで。吸ってないから。吸ってないの？大丈夫。うん、いや、料理上手な女性はポイント高いでしょ。高得点でしょ。ね。料理下手だと嫌だもんね。まあ、どんなに可愛くても、料理下手だと萎えるよね。あってならない。あってな。うん、なる。ほんちゃんは料理上手よ。性的なの大事だよね。まあ現代だとね、女の人も働いてるからなかなか難しいけどね。時代が変わっちゃったから。疲れた。ありがとう、のんちゃん。うん。ありがとうね。うん。和田さんが作ったんだよ、今日は、うん、お、抹茶ありがとう、やすさん。お、抹茶か。さあ、次はなんだ。一回しか揃ってない。さっきのみーすけの会心の3連チャンだけだね。でもあれかっこよかったね。セルフで3発で自分で行ったもんね。ね、すごい。あれかっこよかったよね、うん、すごい確率だ。あ、みーすけやらかした。ストロベリーに。ああ、いや、あ、ストロベリー、ストロベリーだ。あ、また来た。あ、来た、来た。誰だ、誰だ、とどめ刺すのは。これチャンスだよ。ストロベリーだよ、次。ストロだよ、ストロ。うわあ、誰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 、ペコポコランド、ナイスー。ナイスー。なんで、ちょっとミースケやったってやめて。これ、ペコポコランドさんのだから。何？ちょ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ダメダメダメ。ミースケ、それはダメ。ミースケ、違う違う違う。これ、アシストとかないないない。何その中田みたいな。ヒデみたいな。そう、ペコボコランドさんがやったーだから。
何そのデコボコランドさんの手柄をアシストとかなんか何ないよそういうシステム、そういうルールないから。そうデコボコランドナイスだからボン、そうそれは認めないミスケ、とどめ特定ナイスアシストとか一人でやらないいい、そうそう金魚姫ナイスだよ、ペコペコランドナイスだけど一人でセルフでダメだよ、そんな認めないよこっちは。ダメ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 アシストなんてものは存在しないからありがとうございました、腹痛い腹痛い腹痛いうんチームプレイなんだ、優しいねペコペコランド。まあ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 、でもかっこいいね、なんか3連続決め、なんか得点決めたみたいなかっこよさあるねこれ、うん、面白いねこの仕組み、なんか優しさが嬉しいよね、うん、こういう遊び要素をさどんどん入れてきゃいいんだよね、うん、リスナーさんが楽しくなるね、最後投げにくい俺でも思うんだけど、なんかそれこそ気持ちじゃないけど粗品を送るべきだと思うんだよね、なんかある程度その10万とかさ20万とかわかんないけど結構課金してる人もいるわけじゃん、そういう人にふわっちからさタオルとか何でもいいじゃん、ね、ハンドタオルとかクッションとか欲しい、クッションとかさ、そういうのをやればね、なんか気持ちが嬉しくてさ投げやすくなるから、やればいいのにね配信者に投げないで、まあ、配信者はねまあ俺もタオル取っといてるけど向こうに、リスナーさんをメインにしないとダメだと思うよ、そう還元するんだったら。クッションとか欲しいよね、ぬいぐるみとかね、こんな小さいぬいぐるみとかでもいいじゃん、そうそう気持ちの問題で、そしたらさあーなんか10万ねちょっとコツコツ半年間で投げてみようかなとか思うじゃん、そういうの大事大事。でも俺がやるか、もうめんどくせえから、俺がグッズを配るか、もうタダでタダグッズ1個作るか俺、もう6年もやらせてもらってるから。何が欲しい、分かった決めた、ラジオ番組みたいになんかタダで配るグッズ作るよ、商売じゃなくて配る粗品作る、何が欲しいか決めて粗品、はい和道リスナーが和道グッズタダで配ります、運営がやらないんなら俺がやる、何が欲しい、タオル原価高えなお前ポンコツだな本当にお前原価高えの言ったな、パソコンはいもうしねもう本当に無理、もうみんなに配る粗品っつってんでしょ、何がいい、タダで配るよ、ステッカーは販売してるの4種類あるから、通帳渋、時計渋いな、手作りカード、写真付きのカード何がいいんだろうな、バラバラだな、ラミネートしたやつの写真、絵はがき、ワドさんの写真がもらえる、俺の写真なんか別に価値ねえだろ、ミニカーが欲しいの、俺の何の縁もゆかりもない、俺車の免許も持ってないのに、テンガ、なんだろう、なんだろうね、なんか配るの考えるわ、じゃあなんか考えて送るよ、送りつけるわ、面白いコメント書いた人にプレゼントするわ、それなんだよぬいぐるみってどこで作るんだよマドさんのぬいぐるみ内職したらいいんじゃない、マドさん俺がコツコツ手作りハンドメイド、うん、コメントで決まんのってどういうこと、いや、なんか決めるよ。いや、だから、いや、全然、面白いコメント書いたりとか、いや、いろいろあるのよ。リア突、花火を投げたりとか、いや、だから、ナイス花火ショーとか、
面白コメント、無課金の人も楽しめるようにしたいじゃん。月刊。月刊。だから、和道アワードだよね。月刊和道アワード2019、2月度。で、月末に発表。リスワンみたい。リスワンじゃないけど、面白コメント賞と各賞ノミネートがあるの。リスナー。もちろんアンチコメント賞もあるから。ベストアンチコメント賞がある。で、その12ヶ月やって、年末にトロフィー送ろうよ。年末は、もう俺がタクシーで来て、のりこはドレス着て、もう記者会見風の、もう本当に。あ、和道アワード2019、つって、もう本当に。アンチの人はでさ、住所教えてくれないの？うん、そうしたらまあいいんだよ。そしたら、表彰だけで。表彰だけ。そう。じゃあ、ちょっと考えとくよ。和道アワード。和道アワード。それ面白いよね。もうやろう。和道アワード。ありがとう、花火ありがとう、考えとく考えとく。なんか粗品をね。粗品を。ナイスペコボコランドありがとう。それでも楽しいよね、なんかね。うん、で、もちろんその、リスナー推薦枠とかも作ろうよ。うん、投票により。そう。ベスト、何々のママ賞とかも作るから。いるじゃん。なんとかママっていう小手半で、一番いい。一番のママを決める賞とかもあるから、うん、ベストメンヘラ賞もあるから、うん、ベストメンヘラ賞、和道アワード、和道アワード、うん、細かいよ、ジャンル何部門作るかだよね、うんうん、何部門あるか、部門数が結構、うん、いっぱいある、賞、うん、細かいよ、超細かい、だから特別審査員賞乗り子枠もあるから、あ、そうか、そう、特別審査員だから、そう、わ、いちご来た、いちご、いちご、ストロベリー、お、ダブル、ストロベリー、ストロベリー、誰誰、最後ゴール決めんの誰、ストロベリー、いいよ、勇気出して、勇気出して、勇気出して、勢いだよ、ここはパンって、テンポよく、テンポよく、テンポ大事、テンポ大事。ゴール決めよ。ゴール決めよ。誰？臆病にならない。攻めよ。勝利は攻めたやつしかもらえないから。勝負したやつが勝つことができるから。負けるのを恐れたらダメ。ダメダメダメ。今だよ。ペコポコランドと、ミースケは攻めたからね。攻めたから取れたんだよ。さあ、ストロベリー。誰が取る？指が震えます。あーって。さあ。まあ、取っとこうか。うん。うん。誰も投げない。あ、カラスが飛んでる。カラス増えてるよね、この辺。そうだね。うん。映画は苦戦中だよ。めちゃめちゃ苦戦してる。なんか、技術の練習とか撮影とかバンバンやってんだけど、止まってるね。ちょっと苦戦中。ただ、技術は結構上がってきてるよ。いい感じだよ。写真もだいぶいい感じになってきた。うまくなってきたよ。今度まず撮影だね。あ、ミルク。ああ。チョコナイス。ああ。お、来たよ来たよ、みんな、金魚姫行け行け、金魚姫行け、勢いだ勢いだ、もうテンポよくテンポよく、行け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 、取れ取れ、取り返せ取り返せ、アシストいいよ、あ、いいよ、アシストいいよ、ガーストロベリー、金魚姫、ああ、ああ、チョコナイス、チョコナイス、ダメだ、これやつ。これはね、難しいよ。テンポなんだよ。さっきもそうだった。ミースケの時もポンポンポンなんだよ。ポンポンと。そう。もう、あ、チョコ。ミルク？もうポンポンっていく。ミルク見、怒らんじゃん！ほら、テンポだ、テンポ、ナイスー！ナイスー！ほら、テンポでしょ？
ほら、あ、違う、みーすけが撮っちゃったんだよ。うん。みーすけが撮っちゃったって。今、俺、あつつ、ここ、金魚姫の流れなのに。金魚姫、金魚姫の流れだったのに。あの、右サイドからグワー上がってきて撮っちゃった。ナイス、みーすけ。うん。そう、面白いね。持ってるね。重なったんだね。順番が、ちょっと、もつれ込んだ形だよね。どっちどっちみたいな、うん。はい。そろそろね、僕はトレーニング、ちょっとのんちゃんにマッサージしてもらおうと思います。アシストよかったよ、つって。アシスト扱いにしてる。金魚姫、金魚姫の、金魚姫が取れるところをアシストよかったよ、つって煽る。腹痛い。じゃあみんなお疲れ様です。ツイッターのフォローよろしくお願いします。FH もぜひフォローしてください。それじゃあ皆さんお疲れ様。おつおつ。おつ。のんちゃんもおつ。前の方行って。おつ。おつおつ。